こんにちは、紹介者です。今回はスーパーミニプラの勇者王ガオガイガー2を、作ってね、ご紹介したいと思います。あれどこだっけ？あった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 。ということで、以前ご紹介した、ガオガイガーとディバイディングドライバー、これが第1弾ですね。で、今回はこちらと、スーパーミニプラ勇者王ガオガイガー2です。そして今回のパッケージも遊び心が満載ですね。鍵穴と、はい、こちらですね。このパッケージだけでもう、ゴルディオンハンマー発動承認と、了解、ゴルディオンハンマーセーフティーデバイスリリーブっていうのはね、この箱だけで楽しめてしまうというね。さあ、それでは、開けましょう。おははは。箱が、重っ。わ、すごい。めちゃめちゃ重いですね。特にこの2番。ゴルディオンハンマーとウルテクポット、ここがね、めちゃめちゃ重いですね。びっくり。ということで、スーパーミニプラ勇者王ガオガイガー2、そのラインナップは1番マーグハンド、まあ、ゴルディーマーグのね、ハンマーなしということですね。あ、今回のこのタッチも素敵ですね。はい。おー、あ、そうそう、今回平手が、やっとつくんですよね。嬉しょすごいね。超合金魂の、スターガオガイガーのセットまで、全部持ってるんですけれども、やっぱかっこいいですよね。はい、そして2番、ゴルディオンハンマー&ウルテクポットということで、セット内容がこちらで、ゴルディオンハンマーとか、ウルテクポット、クリアパーツも入ってますね。あと、ガトリングドライバーも、ここに入っています。ハンマーヘル用の釘も入ってるのが嬉しいですね。最後3番が、ステルスガオー2ですね。セット内容がこちらです。今回2に平手がつくんですよね。これでブロークンファントムとプロテクトウォールが再現可能になります。これは嬉しい。ちなみにお値段は、1箱税込みで1026円なので、3000円ちょっとかな。でもね、この箱の大きさとこの重さを考えたら結構お得感があると思います。これはスカスカかな。うん。さあ、ではね、開封していきたいと思います。はい、平日にね、撮影ということもあって、ちょっとあまり時間が取れないので、3箱一気に開封してしまいます。大変申し訳ないんですけれども、その後ね、ゆっくりと、作らせていただきますので、次回の動画でね、完成したところから、ギミック等をご紹介しようかなと思っておりますので、ちょっとね、お待たせして申し訳ないんですけれども、ご了承ください。はい、中には、両面印刷の組み立て方と、こちらはシステムチェンジの説明書ですね。よっ。はい、オレンジのランナーが2枚、シルバーのランナーが2枚、赤が1枚、黒が1枚、そしてクリアのランナーが1枚、一部塗装が施されてますね。これ膝のところかな。シールは驚きの1枚のみ。いいですね。で、もちろんスーパーミニプラですので、タッチゲートではありませんね。ニッパーが必要となります。ではね、明らかに重くてパンパンの2番ゴルディオンハンマーね、開けたいと思います。いや、本当にパンパンなんですよね。なんだこれ、隙間がない。見事に詰まってますね。おお。何これ、なんかすごい塊の山ですね。はい、ガムと、紙は1枚だけ入っていて、この通り両面印刷ですね。こちらウルテクポットのクリアパーツ、綺麗で見事ですね。もちろん通常の非クリアのものもあります。そしてこの袋がゴルディオンハンマーのハンマー部分ですかね。うわ、うわ、重っ。すごい塊ですね。はあ。そして、次にこの袋がウルテクポットの、本体ですね。ファントムリングとプロテクトリング。これがね、これ腕につけるとね、
の浮いてるような感じに見えてかっこいいんですよね。はい、まだありますね。はい、残り、黒いランナーが1枚と、シルバーのランナーが2枚ですね。ポットの中のウルテクエンジンのパーツがね、これすごいですね。このね、クリアに差し替えた時に、ウルテクポットの中のエンジンが、これで再現できるというわけですね。凝ってますね。はい、そしてガトリングドライバーの、本体と、こっちのオレンジのランナーも、ゴルディオンハンマーかな。一部ゴルディーマーグの、マスクの部分が、塗装されていますね。さらにクリアのランナー、クイが、クリアイエローで塗装されています。そしてこちらも、エンジンですね。あとはガトリングドライバーのクリアーパーツかな。あとこれは何だろう、あれかな、ゴルディオンハンマー立てる時の台座かなんかですかね。あ、そうですね、こんな感じで、支えることができるみたいです。2番もシールはとても少なく、3枚だけかな。はい、作りやすくていいですね。2番だけでこのパーツ数ってやばくないですか。すごい。確かね、バンダイのキャンディートイ事業部の公式ブログで、3箱にしたのを後悔しましたみたいな、ことが書いてあったと思いますけど、確かにこれを見て納得ですね。では最後、3番のステルスガオー2ですね。ステルスガオー2って意外と1と違いがあるんですよね。パッと見はね、結構似てるんですけどね。あ、軽いけどやっぱりこっちもボリュームはすごいですね。で、これには紙が、2枚入ってます。組み立て方は両面印刷で、もう1枚がスターガオガイガーの、合体の仕方ですね。はい、こちらも両面印刷です。よっ。3番はシールがないんですね。ないよね。ない。ステルスガオー2本体。こちらは赤いラインがあらかじめ塗装されています。ちなみにステルスガオー1はこちらですね。クリアのランナーは塗装済みで、3G と、額の G ストーンですね。今回も予備がついてるのかな？ちなみにこっちの 3G と意味が違うんですよね。ガッツィジオイドガードが最初で、こっちがガッツィギャラクシーガードかな？黒いランナーには、ヘル&ヘブンの手とか、頭部とか、その他、前回のステルスガオーと似たようなパーツ構成となっておりますね。ガオガイガーの平手がここにありますね。赤いランナーの一部、マスクの部分が、ホワイトで塗装されています。まあ、こう並べてみると、1番2番よりはやはり、ちょっと少なめかなと、感じますね。はい、ということでちょっとね、入りきらないんですけれども、1番から3番までの全3種、開封した結果、パーツ数がこんな、ボリュームとなりました。いや、これは作るの楽しみですね。ちょっとね、時間かかって申し訳ないんですけれども、まあ、1日数時間ずつかな、楽しみながら作りたいなと思っております。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。まあ、今回開封だけしかお見せできなかったんですけれども、動画が良かったらぜひ高評価お願いいたします。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。以上、紹介者でした。